人の力は8人の魔王すら凌駕した。しかしオロチに宿る力は根強く、いずこかに飛び去った。直後凄まじい力が世界を覆う。幼者8人のオロチすら及ばぬ圧倒的な力、存在感、これまで以上の脅威が出現したことは疑いなかった。主だった討伐軍の将は急ぎその正体を見極めるべくマクスの奥へと足を踏み入れ、だがその前に立ちふさがったのは旋回軍だった。この先にスサノオを確認。なんとかようなところにまでスサノオ殿か。一刻も早く新たな脅威を見極めねばならぬと。信長はとどまらぬ。何者が立ちはだかろうと、我らの未来は我らが開く。邪魔するならば。世界の命運を決する戦、我ら人間に任せるわけにはいかぬ。我らを認めてはくださらぬか。いや、そうではあるまい。我らが眼中にないのだ。立ちはだかることすらせぬはず。超えてみせよと仰せか。教示よ。人の子らよ、我に挑め。刻みを打たれてひどく狭い。自分を揃えて進むのは難しいよな。致し方ありますまい。両軍に分かれそれぞれの道を進みましょう。この戦は人の力を示すのが目的。誰であろうとサノを打ちさえすればいい。こう競っても無価値。まだ勝てる。スサノオ様に挑む資格があるか。これが見極めて。ただ勝つ。わしはお主の武を信じておる。
お主ならば佐野を超えられよ。行け、人の力見せつけてくるのだ。承知つかまつった。殿が我が部を信じてくださるのと同様、拙者も殿の武運を信じ申す。この道を閉ざせ。わしを信じてくれた忠勝のために、俺の番だな。ここを切り抜けねばならぬ。何だと、人の子が戦術を覆すというのか。道は開け、行くぞ未来へ。叩けるなら無事ということか。
その通り、我らの力、左脳に見せてやりましょうぞ。 信を裏切りはせんよ。
我は全力を尽くした。我らは真に我を超えたのだ。行くがよい。我ら自身の力で我らの未来を開くがいい。はい、終了。俺たちの勝ちってことで。我らはサノー殿に認められた。人の未来と、もはや何者を前にしても臆するく進むのだ。アンギアッ